なにこれ、やばい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 、やってるよこれ、やばいぞ。二人にこういうの用意して、なにこれ、この心霊現象を全てクリアするまで。まだね、一個も目通してんけど、もう無理よ。絶対無理っすよ。あ、怖い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 って。不動低尊で。不動低尊。不動低尊さん。心霊スポットみたいな、俺マジで嫌い。いやー怖っ。怖っ。うわ、めっちゃ怖い。これ怖いかも。無理かも。ここは兵庫県で有名な心霊スポットで、はいはい、吉祥園っていう、もともと結婚式場だった廃墟です。結婚式場、男性の声が聞こえたとか、うん、霊が見えたとか、もともとそういう風な言われがある場所、おるんかもしれない。これ何、これ何、銅像やん。めっちゃ怖い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 、めっちゃ怖い。首輪、うわ、ちょっと待って、おー、これやば。え、何、女の人のなんか石像みたいな。これ良くないわ、これ良くないわ、これ良くないわ。え、怖っ。ちょっと待って、あれ奥もなんかでっかいウインナーみたいなのない、なんなんでっかいウインナーって。怖ないねん、別に。でっかいウインナーやとしたら怖ないねん。おもろいね、でっかいウインナーみたいなのあるやろ。いや、怖ないねん、それやとしたら。お前結構行くね。これやっばい、マジで。これマジで、なんかやっばい。なんやねん、やばい。え、これ生もんやもんな。ちょっと待って、これって何時まででしたっけ。これ生もんやもんな。朝の5時まで。あー、これは危ないぞ。これ5時まで無理やって。すいません、入らせていただきます。お邪魔します。お願いします。お邪魔します。お邪魔します。うわー、なにこれ、やっばい。かわ、なんでこんな廃墟がすんの、なんでこんなことなんやろうな。あ、ここが厨房で。おー、こわ。うわ、厨房、意味がわからんな。ちょっとどっちから行ったらね、これめっちゃ広いな。ここが式場。あ、下カーペットや。これはもう確実式場やわ。式場ですわ、ここ。うわ、神棚ある。もうぼちぼちこう集まってきてるんですって感じですね。そう、僕らが入ってくることによって集まってきてるんですか。分かりやすく言うとそういうこと。うわ、うわ、これはすごい場所やな。ここの部屋ですか。はい、が危ない。そこは打率 100% っす。これ俺な、霊感ないけど、なんか気持ち悪い場所ってわかる。分かる、わかるよな。うん、それ気持ち悪いな。てか、ここのラインが気持ち悪いな、全部。めっちゃ気持ち悪い。おお、いいっすね。いいっすね、やらへん。打率 100% で女性の声聞こえてるんで。今聞こえてるんですか、フード2は。ね、今のとこは静かですけど、はい、こう入っていって抜けた時に必ず。もうほんまにね、ちょっとね、空気が冷たいのよ。めっちゃ冷たい。おかしい、おかしい、おかしい。風の通りがもうおかしい。明らかにおかしいな。これ何の部屋なんやろ。え、めっちゃ寒いねんけど、ここ。ここやばいわ。ここ多分やばい。今落としましたよね。ここでね。はい。ちょ、待って待って待って。今ここやばいわ。ここ多分やばい。今落としましたよね。ここでね。はい。ちょ、待って待って待って。今何なんこれ。お前もう一回ちょっと近寄っていって。なってるやん、なってるやん、ほら、なってるやん、なってるやん、ほら、なったよ、うん、入ろうとしてる、入ろうとしてる、もうなってるやん、もうなってる、なってる、これなってる、これなってる。今音も拾えてますよね。 もう拾えてますか。カーンって、カーンって言おうとしました。叩く音やな。叩こうとした。うわ、気持ち悪い。あー、やばい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 、これやばいな。もう入りますよ。もう行こう行こう。なんかめっちゃ静かになってきてるな、感覚が。おー、いいですね。そうっすよね。え、なんでこんな静かなんやろ、ここ。うわー、どうしたん。なにこの絵。なにこれ、なに。鼻のところから血が流れてるような。え、これ何の絵な。もう、かなり 2,3 人の方の話し声と、多分マイク拾ってはったんちゃうかな。上、コンコンって言った、言ってましたね。
そこから出るときに、はい、ほんまに鉄板ですか。鉄板ですね。もう一緒に出ようか。じゃあちょっと静かに、うん、右側の通路をちょっと意識してと思った方がいい。え、今コンって言ったわ。コンって言ったって。コンって言ってますにゃ。右側って言った時ほんま右側からコンってなったもんな。右から、からなりましたよね、コンって。え、何これ。これ なんで乗ってんの。なんかちょ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 待って、何これ。なんかやばい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 、乗ってるよな、これ。やばいぞ。こうやったここに何か乗ってました。ここに。いや、何も乗せてない。え、これ何、これ何。え、なんで乗ってんの。グレーの。おー、だってこれ床がグレーの。そんなんないよな。ある床。はい、やばい。うーわ、これ何マジで。一回出よう、一回出よう、一回出ましょう。一回出よう。これは良くないぞ。もうひょこっと顔出してるような感じだと思うんです、これぐらい。別に嫌な感じはしてないんです。顔、え、どういう意味。これが血出ると。うわ、ほんまや、顔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 や、やばいやばいやばい。楽しそうに映ってきてるってことですか。そうですね。どういう意味合いで映っちゃった感じですね、どっちかっていうと。周平の顔の、そう、だから靴の上ではなくて顔の横です。めっちゃ怖なってきてるな。はあ、こういうね、もともとがこの吉祥園。吉祥園すごいいい名前やねんけどな。いい名前やね。これはえぐい。これうわ、マジか。ちょっと見ようか、その人の写真とか。ほら、何やったらこれ見て、昭和57年、俺生まれるより前や。もうほんまに思い出が詰まった、これ結婚式場なんやわ。ちょっとじゃあいっぺん出ようか。ここ出ようか。俺床落ちるんちゃう、2階とかって。大丈夫な、俺床落ちるんちゃう、2階とかって。2階は、1階よりも集まりやすいと思ってます。2階はあっちこっちに気配感じるので。ほんと古い階段なんで、20年以上前。うおー、びっくりした。うわー、こーわー、びっくりした。ちょっと待って、めっちゃ怖い。これ何。うわ、広っ。うわー、フィルムとかがある。フィルムやん、これ。うわ、ほんまや。うわ、人映ってるわ、めっちゃくちゃ。めっちゃ幸せそうやん。めっちゃリアルやな、これ結婚式場っていう。ここにも、実際ここで、ここにもいるんですか。ここはそうでもないんですけど、ずっと先からもう話し声してるんですよ。え、こっちから声が聞こえる。ずっと、ずっと静かにしてたんです。でもなんか、うん、言われて言う感じになるけど、うん、誰か言い張る感じはしますよね。しましたよね。多分ね、女の人2人ぐらいが喋ってる感じだと思うんですね。男の人の声は聞こえてなかったんで。あ、聞こえました。聞こえましたよね。え、ちょっと待って、今のです。今のがずっと、え、めっちゃずっと喋ってるような感じ。あ、そうです、ずっと喋ってます。なんかほんまにずっとなんか聞こえてるような気するんですけど。そう、俺はないよ。え、聞こえてる感じする、ね、え、マジで。女性の喋り声ですよね、隣で。こっちの奥です。マジっすか。え、普通に喋ってますよね。普通に喋ってます。嘘、お前マジ。いや、マジやわ。
俺はマジで聞こえへんぞ。え、もうめっちゃ聞こえるって。ちょっと待って、こっちっすよね。はい、どっちからも聞こえてます。あ、めっちゃ聞こえた、めっちゃ聞こえた。どっちなんやろ。え、いやすごいよこれも。怖い怖い、ちょっとやっぱ怖いのは怖いっすね。でもなんかその悪い話してる感じしないですもんね。そうですね、普通になんか世間話してるみたいな。うわ、何これ、広っ。ほんまに1日に何組もあげれるような式場やね。ここで声はあんまりしない。しない。今別に僕はあのそのえ、でも聞きに行かないと聞こえないもんですよね多分。どうなんですか、ふとした瞬間になんかバーッとみんな喋ってる時になんかその奥で、あ、そうです、そうです、喋ってる感じする。そうです、そうです。あ、それはちょっと俺は聞こえてないな。ほら今も、うん、そうですね、ね、うん、今同じ人じゃない、全然絶対ない、絶対わからんわ、ごめん、これはわからんわ。今もって言ったの、今一緒にいましたもんね。あ、そうです、そうです、今マジマジマジ、多分今覆ってると思います、その耳の位置が。そうですね、だからそれが聞き取りやすくなってしまってるだけで。でもめっちゃ怖いとは思わんよ。うん、いやもうずっと聞こえてますよ。そうですか、ほんま、ちょ待ってくれよ。あのずっとずっとその状態なんで大丈夫です。ずっとその状態っすね。はい、ずっとその状態なんで。わかりました。拠点を用意させてもらった。拠点って何ですか。え、ここでその心霊現象を起きるのを待つと。うわ、水とかありがたいね。水とかもあるし、黒ひげ機、あ、ガスコンロもあるやん。ええとしてるな。だしを作ってみたいな。卵潰れたんちゃうんけ、これ。いただきます。うん、うん、うまっ、うまっ。これめちゃくちゃうまいぞ。あ、これもういこう。めっちゃうまいな、これでも、うん、これ発見ちゃう。あ、うまっ。あってわからんよ、心霊スポットでクーラー麺うまいって。無理やりでも探しに行こうかなと。うん、この霊をこう起こしやすいというか呼びやすいというか、そういう方法って何かあるんですかね。一人になること。ちょっと俺マジで厳しいわ。いや俺もめっちゃ怖いよこれ。無理やってマジで。いやこれ無理よ、俺マジで無理やわ、ほんまに無理やわ。ちょ待って、ちょ待って一回考えて。人がおったら俺は全然いい。3歳児とでもいいね、一緒におったら。でもほんま一人が嫌や、それだけやね。二人で行ってみる。あ、それは大賛成。俺は。逃げたやつをもし逃げたパターンがあったら殺す。あ、そうやな、うん。マジの殺すやつか。そうやな、うん。初めて殺人事件やな。うん。これ逃げたら殺そう。あ、そうやな、うん。マジの殺すやつか。そうやな、うん。初めて殺人事件やな。うん。殺すやつやな、うん、初めて殺人事件やな、うん、これ逃げたら殺そう。ツートライブ殺人事件やな、うん、殺していくことでしょ、うん、あの1階ってほんま一部しか回れてないらしいのよ。だからちょっと1階の方に行ってみよう。うわー、行くか、やるか。あの1階ってほんま一部しか回れてないらしいのよ、うん、だからちょっと1階の方に行ってみよう。やばいわ、ほんまにやばいわ、ほんまにやばいわ。こんなん見たことないで。むちゃくちゃやんこれ。ちょっと奥まで歩いて。これは衝撃映像や。これ衝撃映像やな。こっちエレベーター。エレベーターか。うわ。え？何？エレベーターが、うん、1階2階屋上 G1 地下あるよ。地下はやばいやろ。例えばまあなんかフラット行けるようなとこじゃないやんか。え？やばい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 。これはダメやろ。何これ。行くなって言ってるような気がするもん。
ちょっと待ってこれ見て、はいはい、アウト。これはきついな。ちょっと一発いってみるか。よし、よし、ね、また広いな。これすっごい広いな。うわ、怖い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 。何この異様に広い浴室や。あ、そういうことや。大浴場みたいなのがあったってこと。何マジで、何ここ。あ、でもバーラウンジや。バーラウンジやな。多分これ怪奇現象がさ、今これ何この床、起きんくてもさ、ヘイコいた？ヘイコいたよね今。バーラウンジでブーラウンジやん。なしてんのお前。いやほんまに正直言っていい、うん、ちょっとでも場を明るくしたいってほんまにその一心マジで。ほんま？これめちゃくちゃ良くないな。あっこのさ、うん、とこさらにこう右曲がる通路あるね。何何何何何、ちょっと一旦変えよう。やばい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 。もしかして良くなさすぎるかもしれない。ちょっと一旦、うん、これめちゃくちゃ良くないな。何何、ちょっと一旦変えよう。やばい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 。これね、良くなさすぎるんです。これほんでバーラウンジのとこまた右曲がってまた奥ありそうやったんですけど、そこをむちゃくちゃ、ビンゴです。おお、これ以上行ってやばいんちゃうかって。で、僕らはもう戻ってきたんですよ。そこビンゴっすか。ビンゴっす。あそこ無理でしょ。あれなんすか、あれ。あっこから、あそこがね、溜まる形になってて、で、な、来るなって言われてる感じやって。ああ、もうビンゴですね。うわぁ、確かにこっちしんどいな。しんどいっすよね。しんどいっすよね。しんどいです、ごめんなさい。しんどいです。しんどいっすよね、やっぱ一緒やん。しんどいわ。さあここですわ。ここで俺も周辺も止まったもんな。ここからやねんな。ここから行ったらあかんと思ったもんな。何、ボイラー室や、ボイラー室や。ここは何なんやろ。そこです。ここ、はい、この部屋。そこです。ですよね、はい。やっぱそれはもう思うっていう間言おうとしたもん今。しかもパチンって言ったしな。しっとしんどい。今しかもパチンって言ったしな。しっとしんどい。行こうか。フードにちょっと後ろまで来てもらっていいですか。はい、了解しました。あー怖い、怖すぎる。うわー、これ何の部屋だったやろ。でもしかしたらやけど、うん、この電気の感じとかから見て、うん、すんなかったかな。だからそういうお風呂やね。当直というか左手に部屋があるんですよ。わこっち側、うん、こっちを見てほしい。うわこれすんなかったな、うん、これは。これは多分従業員の人とか住んでる部屋のやつ。ここが一番多分具合悪い。具合悪いっすよね。ですね。早めにちょっと離れてもらった方がいいかも。はい、しんどいかも。よいしょ。うわあ、よいしょ。心配やな、俺。え、これ、え、よかったですね、早出てきて。あ、マジっすか。ふわっと大きくなる前ちゃうかなと思うんですよ。もうすぐ5時になるので、まあ、これでロケ終了に。おー、あー、よかった、疲れた。ありがとうございました、今日は。すみません、ほんま、ありがとうございました、ほんま。落としましたよね、ここでね。はい、うわ、右側の通路、まあ、コンって言ったわ。コンって言ったって。
初めて殺人事件やな。うん、初めて殺人。聞こえてる感じする。え、マジで聞こえてる感じやん。ほんま、ちょ、待ってくれよ。よかったですね、早出てきて。あ、マジっすか。ふわっと大きなる前ちゃうかなと思う。顔や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 、やばいやばい、あれ見た？チャンネル登録お願いします。